様、本日はどうもありがとうございました。今日が千秋楽というか2回しか公演なくて、今日が最後の公演となりました。今回2回も公演やるのちょっと無茶だなと思って途中でちょっと後悔したんですけれども、でも今日やってみてやっぱり2回やってよかったなと、もうあと何回かやりたいなっていうぐらい、一緒に歌うたびに、演奏するたびにすごく新しいことが生まれたり、音楽的にどん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 こう楽しさが生まれてくる、そんな公演でした。9月28日というのが私の誕生日で、その去年から誕生日の日に何か自分の自分をこう成長させるための何かをやろうと思い立ちまして、去年第1回目をしました。で、毎回何かにチャレンジをしようというふうに決めまして、今年はこのように全てオペラの作品で、さらに2回公演をやってみました。そして来年もじゃあ今度は何に挑戦しようかなとずっと考えていたんですけども、昨日あたりにやっとひらめきまして、9月21日にここをまず撮りました。そしてもう1日1週間ぐらい後に、これはまだ撮ってないんですけれども、違うホールで2回公演します。それで今度は同じプログラムではなく、ここで発表すると変えることができないので発表しちゃいますけど来年は歌曲の夕べ、世界の歌曲、いろんなドラマティックな歌、それからしっとりしたいろんな曲がありますけども、歌曲の夕べ、そしてもう一日がオペラの夕べというふうに、2つのこの世界をお楽しみいただこうかなと思っております。きっと今頃後ろで真島さんあたりが大丈夫かよアラマキって思ってると思うんですけどもでもまた1年間いろんな勉強をして、また豊かな経験を積んで成長したところを皆さんにご披露できたらなと思っております。今日皆さんが聞いていただけて、本当にお客様がこう歌っていてもこう反応が分かって、それが私たちの力になってこのような演奏ができたと思います。本日はどうもありがとうございました。